チギラドモイタ14です。そしてカクです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで今日はちょっとね、昔にやってたレジェンドの振り返りをやりたいんですけど、ちょっと僕のメンバーさんにね、荒木翔真くんっていう子がいるんだけど、まあ全ての動画にチェケラーって送ってくれる子なんだけどそう、好きな企画の中にガクトのレジェンド感想会っていうのを挙げてくれてて、で好きな回に関してはもう暗記してるレベルで好きですってこの俺より詳しい、多分俺とガクより詳しいあれ15分20分ありますか。そうすごいよね。ってわけで、まあそんなに熱望されてるなら復活させようかということで、今回ガクに声をかけてもう一回やっていこうかなと思います。懐かしいですね。なんか懐かしいね、久々だね。いくらいの、そうね、まあ世界大会とか、まあ確かに大会気合ったし、じゃあ早速見ながら話しても聞こうか。はいはい。というわけで最初はいきなりジョーカーさん、ディズニーアットジョーカー、はい、まあこれはなんかわざと載せたわけじゃないです。たまたま、本当にたまたまね、たまたま、たまたま一番上にあったと、たまたま名前見ずに押したらたまたま、なるほどね、たまたま先頭に声ではあります。なるほど、はい。こういう系統の、まあもともとジョーカーさんの配置だからそうだけど、この系統の配置って基本ここから行きますみたいなこと言ってたよね、前も。あ、そうですね、もう基本タウンホールと援軍取っちゃえばみたいな。この配置自体はそんな見ないですね。ジョーカーさん以外使ってるの見たことないです。なんか改良されたものが一時期なんかぐるぐる回ってたりしたよね。ああですね、うん、この配置をベースにみたいな、シングル IT になってたりとか、この前クラスの手元撮影した時もこの配置出てクラスがバカ煽ってましたなんだかんだこれ系強いんですよね。まあそうね、うん、火力密集させて逆サイドを安いみたいな、これ安いがタンホール吹いてる方のやつもあるし。あ、イゴレさん今季はどうだ。あ、ウォーデンつけてる。今季はずっとクイラバ。いや、世界大会の途中はボーラーやったんですけど、うん、スーパーボーラー、はい、うんうんうん、途中からクイラバにしました。中盤ぐらい、そしたら、そうですね、まあ、ほんと序盤、序盤か、序盤取りすぎみたいな、うんうん、それ変えた理由とかあるの。なんだろうな、なんかクイラバのこの突撃艦型の人で高い人なんですよ、はいはい、グローバル5位とかで、あれエース強いなと思って試したんたら、は普通に割と強くてそのままやってるみたいな感じ。うん、もう最初から突撃艦スタイルなんだ、変えた瞬間から。じゃあそうですね、それなんて人。ジャフィーって言うんですけど、レイジー、これヘイストなしだよね。そうですね、 TDH とかも一緒のスタイルですね、うん、TDH はちょっと独自のスタイルだからそうですね、チェケラー、はいはいはい、はい、すごいな。今シーズンほんとこういうのがもはや、なんか配置の割合で言ったら、うん、7割ボックスベースの、うん、1割さっきのジョーカーさんみたいな片寄せタイプの、うん、で1割がタウン真ん中の回廊陣系で、 あと残りがまあシンメトリーか、まあ、たまに対策陣みたいな。ほんとボックスの環境でしたね。世界大会で余計流行らす要因作っちゃったしね国民ウォーカーズが作った配置出ますね。あ、レジェンド初日がまあ今多分2日目の日に撮ってるんだけど、うん、ガクの配置出てきたもん、あのお題になったの配置それみんな取り方分かっちゃってるぞと思ったけどなかなかさ、あんなに攻められたボックス陣ないでしょ、うん、対空砲片寄せもやっぱ最近ドラゴン対策みたいな感じで見るようになったよ ね、 あとはなんか迫撃砲が若干な、はい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 、迫撃砲は新兵器、そうですね割と確かに今回も対空砲と迫撃砲を固めてるタイプで、うん、逆サイドはクロスボウで新兵器を対策していくとですね。
悪役はかなり大事な防衛説になりましたね。うん、レジェンドであんま使ってる人いないですけどね、新兵器。そうね、思ったよりなんかいいバランスっていうか、兵器自体は強いけどちょっとリスクもね。そうですね、うん、レジェンドで使うことある新兵器は？あ、ありますね。うん、この後多分何個か出てくると思うんですけど、うんうんうん、本当にそんな毎回は使わない感じですね。そんなにリスクなさそうみたいな時に投げてく感じかな。はい、この突撃感もリスクすぎる。これは強気に出たな。レジェンドはヤンキー してなんぼなんだ。確かにこれ体育折れるの待ってればよかったね、もっとこれに関しては。何の話でしたっけ、あれか、新兵器。そう、新兵器だね。そう、自分のなんか兵器の中身がイエティなんで。そうね、新兵器と全然相性良くなくて。良くないね、足が遅いからね。もうめちゃめちゃ弱いしみたいな感じで、投下兵舎にイエティ入れてるのと同じような感じになっちゃうね、後から出てきてもみたいな。もう何入れてても変わんないくらい弱い。そうなるとやっぱり足の入るドラゴンライダーだったりね、その辺の方が相性はいい。他の兵器でも使えるし。うおー、なんか異常に呪文あってめっちゃある。確かに逆サイドが迫撃対空っていうところで空飛に対して一切呪文がいらなかった分をラバルの方で使ってったと。スーパードラゴンもなんか最初はちょっと本当に強いんかみたいな感じだったけど、うん、最終的にはやっぱ強そうみたいな雰囲気だね。強いっすね、マジチェケラーボックス陣。これが本当一番多かったんじゃないかくらい。確かに、これね、うん、ボックス先駆けみたいな配置、最初の方からこの手のもの多かったね。ですね、ザボックスみたいな、うん、マルチ IT 縦にあって、うん、左右投石のイーグルターンを反対みたいな。そうね、ヒーローもあって、うん、ゴースト流行ってた時の配置だ。一番楽だったタイプのタウンホールゴーストで取るタイプの。懐かしい。スーパードラゴンの話でしたっけ。そうだね、やったマジ強いらしいっすね。うん、レジェンドではどう。いや多分めっちゃ強いですよ。あ、攻撃自体はされる。いや、ほぼってかもう半分は多分スーパードラゴンだけ。普通のドラゴンとか使ってる人はもういないの、そしたら。まあいますけど8割スーパードラゴンみたいな感じですね。どうして強いかって言われたらちょっと自分は答えれないです。なんだろう、理論上強いとかじゃなくて強いから使うっていう、ね、スーパーボーラーとかもなんか数値だけ見たらそんなに強いわけじゃないじゃない、うん、そうですね。スタドラもなんかそういう動画上げてたけどHP が高いわけでも火力が高いわけでもないけど、うん、オーバーキルしないのがやっぱいいっていうのよく言いますね。うん、細かいからね、攻撃がね、うん、感覚も早いし、うん、おー初手トーム。さっきは陸王殿でやってたけど結構陸王殿でやることも多かった。いやー、うん、そうですね、割とどうだろうな、半々な気はします。あ、半々もいく。多い意味でですか。そうそうそう、半分もいく陸王殿。ちょっと半分盛りました。半分は多いでしょさすがに。なんか結構なんていうんですか、陸王殿使っててだけどトーム使わずに、ああ、はいはいはい、ラバルのために残しみたいなのはちょっと、うん、も含めたら割と半々かもしれない。その時は陸でやるの王殿は。あ、そうですね、うんうんうん。いや、空やばくない。ホーミング運ゲーじゃないですか。チェケラー。あれ ?3 やりましたっけ。俺 3見てた。あれ、え、あ、3見てねえわ。
まあまあまあ、俺4流してたわ、似たような感想やったんでなんか奇跡的にバレてなかった今アンジャッシュすぎるよく成り立ったね。チェケラー、はい、この方も本当多いですね。タン裏シングルって食い火からするとちょっとめんどくさいよね。めんどいですね、うん、この安い横はなんかすごいな、うん、安いすごいな安いヤンキー多いよなレジェンド、刺さる配置はめっちゃ刺さるんだけど、スーパードラゴンの関連であれなんですけど、うん、今 2年連続クイーンウォーカーズがローカル1位だったみたいな話あるじゃないですか。はい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 。ついに今シーズン終わりました。そのようですね。びっくりしたわ。俺も正直今星さんがまあなんとかしてくれるでしょうと思ってたら気づいたら。そう。RS さん。リスさんっていうんですかね。うんうん、結構80とか50とか結構ぶっちぎりで、そうね、うん、クイーンウォーカーズ勢がいなかったからあれと思ってレジェンドやめたと思ってびっくりしたちょっと今シーズン失速してました。まあ世界大会とかあったしね。そうですね、その方もスーパードラゴンで、もともとドラ系やってたもんね、ライドラ、ね、ライドラ時代から。ライドラってやってる人今いるの？レジェンドで。自分のとこトロタイとかでほぼいないですね。ああ。一周回って強い説は。確かに対策はしてなさそうだけど。うん、結局エアスイとか。しないそうね。これとかも、うん。そうね。ドラ系でうざいエアスイってライドラだったら結局うざいからそんなに。そうそう。援軍はシーズン通してラバストの環境でしたね。あ、たまにちょっと最近アチャ33のストニが湧いてきたくらいで、ほとんどがアチャ9スト1ラバーで、あんまりでもラバレに対してちゃうわ、スーパードラゴンに対して援軍ってそんなにですね、変わんないよね。何に何でもヒーローやっぱ連れた方がエンドイからラバの方が強いみたいな。うん、1シーズン前で結構ラバーアイゴレとかアイゴレさんの環境やったんですけど、うんうんうん、ボーラー対策で。それまだスーパーボーラー出てくる前のシーズンだと思うね。いや、知って出た後、あ、もう出た直後、ほんと一月前とかはもうラバーアイゴレの環境やったんですけど一月前まだ出てないってえ、スーパーボーラーっすよ。あ、違うスーパードラゴン。あ、ドラは出てます。え、だって世界大会終わってから出てきたんだよ。ドラは出てないですけど、うん、スーパーボーラー対策です、うん、そうだね、ボーラー対策で。けど急にドラ来てからはうん、なくなりました。チェケラーくすぐだけど、タウンホールが真ん中にあると、なんかほんとみんなちょっとだけ改良して使おうみたいなあれでちょっとだけ変わってそんなところ行くんだ。おお、なるほど。なんか昔の中華式みたいな。そうですね、これが俗に言う TDH スタイルで、援軍釣るための凸みたいな感じです。確かにどっち行ってもいいみたいなね、ウィヒーは。そうです、シーズンまたロングシーズンっていう。34日って書いてあったね。です、長いですよね。まあ、環境的にはそんなに変わらなそう。スーパードラゴンの対策ってなんか、って感じだよな。やるんすかね。罠で対策できないからね。サラスケも空気ですから。おー、ゴミカジュマイ。カトツイズ対策で基本的に対空裏に絶対ある。それはマジでわかる。だから最近クイラバで、はい、対空砲周り投げない方が強いと思ってるラバ。ああ、逆に投げ、壊した後にってことですね。そうそうそう。とか、
うん、後出しとかの方が強いと思ってる最近。確かに確かに。あとはできるだけラバトーンをかけるっていう。そうね、これはもうラバ1だからより変わるよね。本当にこれやるだけで本当全開率めっちゃ変わると思うんで、うん、ラバル使いの人はぜひ。そうね、通常のスーサイドと同じようにグヒーラバルでも、うん、星さんとかも絶対そのオイラバーつけますもんと、うん、星クラウスはなんか無意味に見えるけどわざわざラバーをね後から通してドームかけに行ったりするよね、うん、あれが強い。ロイちゃんは結構ラバルに混ぜていく感じ？そうですね、なんかもうなんだっけ、ボマー型の時はあんまやんなかったんですけど、うんうんうん、トッツ型だとラバルの数少ないんで。確かに思ってます。ヒーロー処理とかも安定するからね。ですね。チェケラー。 お眩しい。あ、この配置見たことある。なんかほんとシーン、このこの背景出るじゃないですか。背景出 出た次の人がマジ目チカチカして、はい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 、ぐらいんですよ。緑のやつもそうだったね。そうっすね、ハロウィンのとか。ハロウィンか。あ、これあれじゃん、ガクがこの前スケインブしてたりしない。しまくるっていう。あの動画は出るんですか。あ、出ます。悲惨な。これは、お、あ、シングル当たらず援軍処理ができるという。これはもうみんなみんなこのルートやってますね。へえー、この ラロさんあれっすよね、純正ラバルで、うん、めちゃめちゃ強い人ですよね。強いね。よくツイッターでなんかレジェ320でしたみたいな、うん、なんか急に現れた、うん、なんか日本好きそうだよね。めっちゃリプ飛ばしてますよ。アニメのあれだし、サムネイルとか。サボ、わー強っ。あ、これもう新兵器構えてますけど、これ構えただけです。これ構えただけ。さ、これ、あー、いいわ、泣け。このルート一択です。おい、あ、この配置も真ん中対空だね。あー、そうっす。トレンド。そろそろボックス環境悪気もするんですけどね。それは、みんな取り方覚えてから的な？うん、あとドラにそんな強くないっていう。あれで。対空砲とかで守りに行ってるもんね。だっても今シーズンで終わるんじゃないか予想しときます。おお。逆になんかティーザーベースって呼ばれてるあの片寄せの、そうですね、タウン端っこの片寄せ、うんうん、火力配置が流行るんじゃないかなって思ってます。確かにドラに対してはね、 ああいう配置の方が圧倒的に効きますからね。世界一のドラ使いジャックさんもいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。あの人の一番苦手な配置もそれっていう。いや、そりゃそうだろうよ。もう言っちゃダメやつですけど。チェケラー。じゃあ本日ラストリペタウンホール、はい、あれこれ多分昔からある配置だよね。うん、もうほんと1年1周年迎えたレベル。でもなんかシングル IT になってるけど、そう、環境も割とシングルにちょっとずつ寄ってきて、ドラ対策ですかね。それは非常にめんどくさいですね。そう、得意非税が。辛い、お辛い世の中。確かに、わあ、いい。これはテスラ。さよならテスラ。あ、トツイティすると結構死ぬまでヒーラー出しちゃいかないとか結構気をつけた方がいいよね、これ。ああ、そうですね。結構映るよね。確かに突撃型もこうやって見てると強いな、うん、レイジかけるときとかけないときの判断とかってどうやって使い分けてる？いや、もう壊せそうならかけないみたいな。はいはいはい。
まあ狙ってるのが今回シングル IT のみみたいなところだった。そうですね、うん、まあ、壊したいところのが壊せるかどうかをレイジで判断し使い分けしていくみたいなイメージかな、うん、あとこれ中身スニゴブ入ってるんですけど、ああなるほど、タウンホールを落とすときに、うん、小爆とか範囲攻撃なければ呪文なしで落とせるっていう、うん、なるほど、大抵怖くあるんですけど、まあそうねそこまででも見てるんだですね、一応見て、あ、いいベビーボールブレーカーを奥につけるための、おう、それですシングルな、ラバルパートでめっちゃ 楽なんですけどね。そうね、確かにこの分クイヒーライダーとかだともうシングル IT3 本な時点でほぼきついみたいな感じになるけど、ラバルだとね、むしろラバルラックだからみたいな、うん、そういう時はクイヒーじゃなくてラバルでアドが取れるような形で取ればもしかしたら刺さるかも、うん、ですね。しかそうなるとなんかラバルよりもライダーの方がレジェンドで使われてる理由とかいける幅が広いかもね。そうですね、理論上。強し、スポンサーのクランにドヤ呪文をするっていうハハハハ、全然半々じゃなくないですか、陸王伝なんなら新兵器一回も見てないけどハハハハ、一回も出てこなかったな。はい、というわけでね、今日は7本かなトータルで。なんかあっという間だったね、はい、レジェンドリーグ見ていきましたが、ね、まあ総括してどうですか、この今環境とかクイヒーラバルで思うクイヒーラバル視点の話とか。そうですね、やっぱクイラバ結構ボックス配置には強い方だと思ってるんですけど、うんうんうん、うーん、最近またなんか効果力配置来たんで、うん、またちょっとしんどくなるんじゃないかなって思ってます。まあいわゆるさっき言ってた小さ配置みたいな、ね、火力を偏せて力の、イカ型ってよく言われるタイプのやつだね。それに強い編成がなんかあれば、うんうんうん、今シーズン割と上がれるんじゃないかなと思います。イカ型って結構クイヒー逆サイが安定感、そうですね、その後またウッドランチャーとか別の兵器の使い方だったりもね、うん、今回はまあずっとトツイエティやってたけど、トツイエティ型のクイラバってあんまり日本では、 そうだなカズマさんとかやってるけどそんなに馴染みはないじゃない、あんまり。今です、ね、多分ボマ型の方がもともと主流だったから、うん、どういう使い方してんの、なんか最初に投げたり投げなかったりとか使い分けしてるじゃない。援軍釣るか、あとクイヒーの火力補助とかですかね、うんうんうん、基本は援軍釣りたいっていうあれだけです。なるほど、どんなバリュー少なくても援軍釣れれば、はいはいはい、そこを軸に考えていくみたいな。呪文はレイジ5発でヘイストないラバルになってるけど、そこはどうなん？これも多分なんか賛否両論あると思うんですけど、うん、自分はなんかヘイスト1枚プラス呪文もう1個でレイジに変わるなら、そっちの方がラバルパート強いんじゃねって思ってる派な、うん、確かにね。ドロイちゃん空に混ぜること多いからっていうのもある気して、うん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 、まあ比重というか考え方が違うもんね。まあトツイエティするならレイジ良い方がいいんじゃないかなって。そうですね、突で使っちゃうんで、うん、突で使っちゃった場合ヘイスト型だと呪文が結構苦しかったりするからですね、うん、確かに。特にレジェンドリーグはね、火力が高い配置を引いた時にそういうことしちゃうとレイジが足りなくなっちゃったりするから、うん、ですね。というわけで、はい、まあ、こんな感じで普段のレジェンドリーグを YouTube で上げてるんですか。お、そんな方がいらっしゃるんですかあ、いないならいいですいないならじゃあ閉めますいるんすか。あ、いるんすか。あ、いるんだ。いるんですね。なんと、うん、その方、はい、こけたリプレイも載せてるんですよ。あら、なかなかいないっすよね、こけたリプレイ。レジェンドリーグでやってる人はいない。1日8回のリアルなのを載せるっていう、うんうん、それは本赤の1本毎日みたいな。あ、そうですね、もう全部一緒のアカウントですね。うんうんうん、
まあ、絞るのとかも大変だしねたくさん増してるとそれが楽っていうはい、まあ確かに。でも何位ぐらいの人は普段どれだけ取ってんのこけてんのみたいなのも見れたりするからね。そうですね、うん、なんか自分がこけた配置パクってもらえれば。確かに確かに、ある程度は固い配置だと思うんで。あ、ちなみに前回順位どんぐらいだったの？前回どんぐらいだろう。前回ってか、うん、高いやから多分180とかだったんで。あ、でもちゃんと入れてるんだですね。180ぐらいでそれはどんなもん、トロフィートータル6002フィニッシュですね。だいたいどれぐらい取ってました、平均で。いやでも今前シーズン全然だと思います。290いや高いよと思います。普通に高い。中盤防衛もみんな多分みんな攻めインフレしてて、あ、なんかでもツイッターとかでもたくさん取られたみたいなのめっちゃ多かったね。インフレすぎましたまあそんな感じで、はい、はい、以上ですか先輩は、はい、よかったら見てくださいいるらしいので、はい、概要欄貼っておくので興味ある方は見てみてください。というわけで今回はこんな感じでおうと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら、さよなら、チェックアップ。